相川翔さんが、ゲストで来ていただいたということなので、相川翔さんが出演しているおすすめ映画のをですね、いくつかちょっと特選これだっていうのを1個紹介していただきたいなと。やっぱ僕もモノマネ始めたの遅かったんですよ。やっぱりあの相川翔さんに、まあ、顔が似てるんじゃないってことで事務所から勧められてモノマネをやりだして、モノマネのやり方が分かんないんで、まず映画見よう、でまず DVD を買ったんですよ。一番最初買ったのが修羅が行くっていう映画なんです。 V シネマの修羅が行くっていうのがやっぱり翔さんの本当に、なんだろう、たまたまそれから見たのでかっこよく、ちょっとね、正義、まあヤクザもんなんですよ、ヤクザもんなんですけど、そのヤクザもんに流れているテイストは男気だったり、まあ男らしさを追求したり、嘘をつかないとか、そういう男のを演じてるのが相川翔さんで、もう一人がちょっと悪役で、まあ兄弟分なんですけど、もう知能派でインテリで、ちょっと卑怯なことばっかりするやつが萩原流れさん、今お亡くなりになりました伊能誠二役ですね。この2人の兄弟の、まあ、兄弟というか兄弟の争い、まあ、同じ関西の公安会の岸田組っていうのがありまして、そこの、若頭と、結構だいぶ喋りましたけど、まだ始まりなんです、ね、始まりの、まだ1巻目の15分ぐらいかな。結構喋ってましたけど、もう15分ぐらい。その見どころのポイントをですね、なんか一言でパンって言うと、はい、裏切り者に、要はヤクザの世界で裏切り者として称される相川翔さんが一匹狼で組を立ち上げ、それでこの逆に罠にはめられたこの大きい組織と戦っていく。その本郷、いや本郷じゃない、その伊能誠二の伊能組長の裏切りのやり方、残酷な、あの悪いやつがめちゃめちゃ悪いじゃん、面白いじゃないですか。その長編を通じていろんなシーンがあるんだけど、相川翔さんは、いろんな危機に見舞われるんですけど、絶対に死なないんですよ。間一髪絶対に死なないんですよ。この絶対に死なない運の良さ、映画あるある、そこ、これは見どころなんですよね。男の生き方を学べる映画、学べます。天下を取る方法、相川翔から男を学ぶみたいな、ね、そうですね、戦いからね、天下取るんじゃないんだって自然となびかれる。あれ恋愛と一緒ですね。恋愛もそうだよね。恋愛もだってこっちが勇気とも見せてれば自然とこうなびいてくる。自然と来ねえ。自然とは来ないよ。そう、女は来ます。それは来ないだろう。あ、男の生き様を学ぶということはそれからイコール男を磨くということ。そうですね。この大見組長には女は誰しも来ます。だから女を、はい、女の恋心も学べるんじゃないですか。この節目を見た皆様ですね、モテます。そうですね。まだ結婚したくても結婚できないという人とか、はい、会社作りたいけどどうしようという人とか、今なんかこう詰まってる人、なんかどうしようって考えが詰まってる人とかは、見るとこの映画から結構こういろんなものが学べるかなって、俺はそういうふうに思います。出演者も松方弘樹さん、はい、菅原文太さん、はい、まあ、萩原流さん、はいはい、力也さんとかですね、結構お亡くなりになった方もたくさん出られていて、はい、まあ、今の映画にない重厚感っていうのもかなり味わえると思います。部分的には水戸黄門の三十の脇に流してほしいです。なるほど、はい、そう、まあ、そんな感じでございましてですね、2回間、あるいは3回にわたって相川翔さんをお迎えしてですね、シネマ2チャンネルを開催しました。相川翔さん、相川翔さん、よろしくお願いします、はい、ということでございまして、シネマ2チャンネルでした。チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた、はい、バイバイ。